なんだ、何をやっているんだ。ミゼラが屋根の上に登ったみたいだ。何をするつもりだ。ミゼラ、何してるんだ。早く降りて。ここからなら私の声がみんなに届く。みんな聞いて、彼方が修道院でコーディを殺したのは私が彼方にお願いしたからなの。どういうことだ。そんなバカなことが。何を言ってるんだよミゼラ。コーディさえ死ねば修道院に隠してある莫大な遺産が手に入ると思ったの。だからカナタを脅して操ってコーディを殺させた。ごめんなの仕業だったとか。本当なのか。だとしたらなんて女だ。それだけじゃないわ。コーディを殺したまではよかったけど、カナタは捕まってしまった。このままじゃ私のことも話すかもしれないと思ったから修道院に火をつけて殺すつもりだったの。ミゼラ、どうしてそんな嘘を。それが真実だから。彼方は何も悪くない。罪人は私。彼方は違うの。ミゼラがこんなひどい女だったなんて。まるで悪魔じゃないか。許されるわけがない。この者に断罪を。ダメだ、やめろ。少年を脅して父親を殺害させるなんてひどすぎる。悪魔か。いや、魔女だ。火をつけるなんてむごいこと。そんな罪人が許されていいはずがない。消えるべきだ。魔女は消えろ。消えろ、消えろ、消えろ、消えろ。ミゼラに罪の刻印が。やめろ、ミゼラに近寄るな。ミゼラ、どうしてこんな馬鹿げたことを。私が罪人になることで彼方が綺麗に戻れるなら私はそれでいいの。すぎるよそんなの。次から次へと失教者が。カナタ、もう戦うのはやめて。失教者が今狙ってるのは私。今ならカナタは逃げられる。そんなことできるわけないだろ。聞いてくれみんな、さっきのミゼラの話は全部嘘なんだ。それに父さんはひどい人だったんだ。だから俺は。黙れ、トガ人の言うことになど惑わされるものか。なんだ、結局カナタもグルだったってことか。コーディさんを殺したのはカナタで間違いないんだ。だったら二人ともトガ人だ。断罪よ。どうして誰も話を聞いてくれないの。こんなのおかしいでしょ。ミゼラ、ラッシュ、さっきの話本当なの。修道院に火をつけたのはミゼラだって。じゃあネイシュが死んだのは。
種が。嘘。お前だったのか。お前のせいで！ごめんなさい。私、謝ったからってどうなるんだよ。妹はもう戻ってこないんだぞ。ネイシュがどんなに怖かったか、どんなに熱かったか。お前も同じ目に遭えばいいのに。かわいそうに小さい子を火事で殺すなんて。そうだ、この子の言う通りだ。同じ目に遭えばいい。こいつも燃やされてしまえばいいんだ。こんな魔女は焼死させてしまえ。火炙りに遭えばいい。こんなひどい女は消えるべきだ。今世界中の人がミゼラの執行を願ってる。だから執行者は俺じゃなくミゼラを狙うのか。